よろしくお願いします。川崎さんはすごいいい選手が揃ってましたし、いいパスが出てくるのは試合前から分析でもありましたし、自分の中のイメージもあったんで、しっかりと落ち着いて出るタイミングとかは判断できたと思います。やっぱり止めれば止めるだけ僕自身もリズムが上がってきますし、すごいいい集中力だと思ってましたし、守備でいいリズムができたんで、いい試合がこうずっと続いてゴールにつながったと思うんで、失点をしなかったのはすごい大きかったなと思ってます。前半からも相手が決めたいシーンで止めれた部分もあったと思いますし、0対0で前半を折り返すことができたっていうのは、やっぱりこうチームの雰囲気も良かったですし、みんながすごいハードワークできてたんで、まあ、そこでこういけるんじゃないかって雰囲気にもなりましたし、フロンターレさん相手でしたし、ゼロを続けてすごい大変だったんですけど、こうゼロの時間を続けることで相手の焦りも出ますし、僕らはそのゼロが続けばいけるんじゃないかってい こう期待感というか、まあ、会場の雰囲気もそうですし、そういうのがすごいピッチの中では感じました。川崎さんが今まで負けてないっていうのは本当にすごいことだと思いますし、リスペクトできる部分ですけど、同じリーグで戦ってる者同士なんで、こう勝利を目指していくのが当然だと思いますし、どこかで土をつけるのは俺たちだっていうのは気持ちはありましたし、選手たちのモチベーションも高かったですし、連戦だったんで選手が入れ替わったんですけど、スタメンで出る選手が今ベストのメンバーっていうのは自分らも言ってますし、自信持って戦えたんで、やっぱそういったところでモチベーションはすごい高かったと思います。いや、もちろん大きいと思います。やっぱりこう、観客が入るだけでもすごい雰囲気ってすごい大きく変わると思いますし、やっぱりそういったところでホームの強さっていうのは出てくると思います。時間が経つば経つほど、もう会場の雰囲気がもう本当にこう、早く終わらないかなっていう、ざわざわしてる感じがすごい感じるんで、もう僕たちはもうしっかりと慌てず、この一点守って勝つぞっていうのは中では喋ってました。ただ最後終わった瞬間、ピッチの中から見る観客が一斉に立つ瞬間っていうのはすごい、なんか僕自身めっちゃ鳥肌立ちました。はい、見に来てました。はい。もちろん負けた試合もあったんですけど、勝率はすごい高いなっていうのは僕自身感じてて、勝利の女神じゃないかなと僕は思ってます。あ、かっこいいかどうかわからないです。家ではもう甘々なんで。常に試合を意識して練習してますし、飛び出すタイミングであったりっていうのはすごい自分自身をこだわってますし、また普段ピッチ外でニューロトラッカーっていう目と脳のトレーニングしてて、アビスパ福岡が九州産業大学さんとこう連携してやってるので、できる限り毎日してこう自分自身の体と脳と、やっぱりこう日によってバラバラな時があるんで、やっぱりそういったところの集中力であったり、心技体一緒になってからこそいいパフォーマンスもできると思うんで、自分自身の一日の体の指標になりますし、そういう考えのもとをやってます。 3D のメガネをかけてやるんですけど、光ってるじゃないですか、初め4つが。で、それが動き出して、その動いた4つを当てるっていうのを15秒のやつを20回ぐらいあるんですけど、それをやってます。で、こう数字が出てくるんで、こう選んでいくんですけど、もし間違えたりしたら適当に選ぶんですけど、間違えたりしたらスピードがちょっと落ちるようになってて、その人の一番いいタイミングっていうかスピードに変えてくれるんです。で、当てれば当てれば難易度が上がっていくっていうトレーニングです。クロスだったら一瞬しか中見れないとかあって、そういったところでも自分自身の中でこうイメージであったり、自分の選択肢を増やすことにつながるんで、すごい僕自身は大事かなっていうのは感じてます。シュートの前に相手の状況であったり、こう情報を取り入れるかっていうのはすごい大事になってくるんで、キーパーとしてもそうですし、こううまく守るためにも、やっぱそういったところでこう自分自身が瞬間で見た目の映像を脳でしっかりと具体的にできるっていうのはすごい大事ですし、それを判断して次のプレーにつなげていくっていうのができてるからこそ、今こう止めれるシュートが増えたりとか、こう自分自身の中で自信を持ってプレーできてる一つの要因だと思います。
自分一人で守ってると思ってなくて、10人プラス僕でゴールを守ってるっていう感覚でやってるんですけど、少しでも味方にコース切らして自分がシュートどこを止めるかであったり、そういったところの連携がすごい今うまくいってるのが僕の強みではあると思います。弱みを言うのはあれなんですけど、僕自身は まだまだ下手くそなキーパーだと思うんで、もうどの能力に対してももっともっと上手くならないといけないと思ってますし、常に上を目指さないといけないぐらいのレベルの選手だと思うんで、もう弱みは多分全部だと思うんで、やっぱそこを一つでも上手くなれるように頑張りたいなと思ってます。これだけしときはシュート止めれるっていうのはないと思いますし、いろんな練習をする中で足に当たってコースが変わるとかいろいろあると思うんで、そういった練習を織り交ぜながらやりますし、プレーしてるのを映像で撮ったりして客観的に自分自身のフォームであったりポジショニング構えとか見ることで、こんな構え方だったんだ、この時こんなポジションだったとか反省することで、じゃあこうしようとか、じゃあ次はこうした方がいいんじゃないかとか、そういうのを考えれてるのがこう強みじゃないですけど、こう自分自身をより深く知るのがすごい大事かなと僕は思ってます。僕自身っていうよりも守備のところでやっぱりゼロで抑える。ゼロで抑えれば勝ち点は1か3必ず取れると思うんで、J1 定着していくために勝ち点を積み重ねていくのがすごい大事になってきますし、今後10試合それを重ねれていったら、こうチームの目標である勝ち点50、10位以内という目標がありますし、そこに達成できるんで、やっぱり後ろがゼロで抑えればチャンスが来るというか、こうチームとしてもすごいいい流れを持っていけるんで、常に失点をしないことを最優先に試合の中でコーチングしたり、練習の中でもそれをイメージしてトレーニングしています。僕は小学校2年生の時に、小学校のスポーツ少年団の入りませんかっていうチラシが入ってて、それで始めました。小学校2年生の時はフィールドやったりしてて、小学校3年生からキーパーは始めて、今までずっとやってます。ユニフォームがこう貸し出しだったんで、それでじゃんけんでユニフォームを決めるっていうのになって、キーパーになったんですけど、初めはいろんなポジションしたいなっていう気持ちもありましたけど、キーパーの楽しさじゃないですけど、一人だけ手が使えて、もうチームが負けそうなところ止めれて、すごいやりがいのあるポジションだなっていうのでずっと続けてました。中学校も上がった中学校の部活動でやりましたし、高校も県立の高校の部活動でやって、大学も大学の部活動でやって、山口に入団したという形ですね。の大阪体育大学にいたんですけど、3回戦の時にスタメンで出るようになりました。関西リーグで優勝して、大学選手権で日本一になりました。いいメンバーが揃ってて、正直僕はもう見てるだけで点を取ってくれて勝てたっていうのが正直なところなんで、僕自身はすごいみんなのおかげで優勝できたなっていう気持ちでいます。4年生も試合に使ってもらってたんですけど、プロの方からは声がかかるのが遅かって、プロには決まりましたけど、結構すぐ決まったわけではありませんでした。滋賀県ってJ クラブがないんで、ユースがないんですね。その中で上手い選手は他府県の方に呼ばれていくんですけど、僕自身下手くそだったんで、そんなお声もかからず、僕自身はしっかりと、しっかりとじゃないですけど、普通に高校に通いました。こう試合の中でシュートの枠内に来る確率であったり、もちろんいいシュートが来るとかあると思うんですけど、やっぱりこう常にゴールに向かってくる、常に脅威になる攻撃が多いんで、そういったところですごい差を感じてます。キーパーというポジションはすごい孤独と感じるかもしれないですけど、こうチームを救うことができる唯一のポジションだと思うので、そのポジションに誇りを持ってこれからも頑張ってください。いいですか、 1GK の話してもこれ大丈夫ですか。いろんなチームと交流してこうキーパーあるあるみたいなのとか作っても面白いのかなって。アビスパはこうやったけど、大分はこうやった、熊本こうやったとか、鹿児島こうですみたいなのがあったらもっと面白いのかなと思いますね。キーパーっていう人少ないから、やっぱりキーパーのこと聞くだけでも多分一般の人っていうか知らない人らも面白いかなと。普段サッカー見てキーパーだけ取ってほしいですよ、試合中。キーパーがスポット当たるのはすごい嬉しいことですし、海外とかやったらキーパーがメインの国だってある中で、日本ってちょっとなんか汚れるであったり嫌なイメージがあると思うんですけど、こうサッカーの中での
点を取る以上にいいポジションだと僕は思ってるんです。やっぱそういったところを配信していけたらなと僕は思ってるんで、こういう機会がどんどん増えていけたらなと思ってます。ありがとうございました。お願いします。お願いします。やめて、カチカチや。いつものノリはどう。いつものノリ出せなかった。悔しいわ。聞こえても、聞こえてもカットしてください。この動画が良かったと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。